ミュージカル幽谷のモリアーティオーパス4シャーロック・ホームズ役平野亮です。やってやるぞという意気込みですオーパス4に向けて、3から4間空いたんですけれども、その間に、キャストも、それぞれいろんなミュージカルを経験していたりして、どんどん難しくなる楽曲なんですけれども、それにふさわしい成長をみんな遂げているのではないかなと思っているので、さらにバージョンアップした、ミュージックとしてもですね、バージョンアップしたオーパス4をお届けできるのではないかなと意気込んでおります。今回はメアリーというキャラクターが出てきますので、ジョンの、シャーロックに向ける愛とは別の、純愛を、楽しみにしてます。はい、そうですね、今回のショーではですね、シャーロックが一つぐっと進む、まあモリアーティとしては嬉しい一歩なんですけど、その進む一歩、3はずっと悩んでいたシャーロックなので、このオーパス4で一歩踏み出すっていうものを意識してやりたいなと思います。オーパス4まで続けてこれたのは皆様のおかげでございます。そして今回は、モリアーティとシャーロックとミルバートのこの三つどもえのね、あのシーン、きっとこうなるんじゃないかなって想像してると思うんですが、なんとかその斜め上を行けるように頑張りますので、お楽しみにしていてください。ミュージカル幽谷のモリアーティ、ジョン・H・ワトソン役の鎌狩健太です。本当に、オーパス3から待ち望んだオーパス4となりますが、毎回モリミはたくさんの自分に与えてくれる現場なので、とても楽しみでございますし、新キャストもね、いろいろなこう複雑に絡んでいくところになりますので、本当に今から楽しみでございます。今回ですね、オーパス4を、自分としてもジョン君としてもですね、とても大きな出来事がありますし、そしてこの幽谷のモリアーティという作品そしてとても大きな一つのターニングポイントとなると思いますので、ここに向けて僕たちもまず一つやってきたっていうところのは見せていきたいなと思います。ミュージカル幽谷のモリアーティオーパス4、さらに進化して、そして物語がどん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 絡まっていくこの作品、ぜひ皆様も劇場で体感してください。ジョン・H・ワトソン役の鎌狩健太でした。ありがとう。ミュージカル幽谷のモリアーティ、ミス・ハドソン役の七木香音です。はい、私自身としては、モリミはオーパス数ぶりに、ハドソンさんとして出演するんですけれども、実際にオーパス3を自分自身も初めてお客さんとして見に行けた時に、もう実際に開演を待ち望んでいる、楽しみに待っているお客さんの姿だったりとか、終わった後にもう胸がいっぱいになって帰っていく皆さんの姿を見ていったりして、本当に森美が愛されているなっていうのも感じましたし、本当に私も森美が大好きなので、そんな世界がとても広がっていたのを見て、どんどん深みを増して、なんか新しいキャストさんだったりとか、アンサンブルさん、スタッフさんの技術でどんどん素敵な森美に進化しているの中で、私自身もこうやってまた 221B に帰ってこられたりして、そしてシャーロックに、ジョン君に、レストレート警部にお会いできるのが本当に本当に嬉しくて楽しみです。はい、そうですね、本当にどん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 深いところに突入していって、いろんな闇に皆さん目撃していったりしてると思うんですけど、ハドソンさんとしては、愉快に暮らしていたりしているので、今回新しい皆さんと出会ったりして、で、私がハドソンたちとして出てきた時に、皆さんの心をちょっとでも落ち着けるような、そんな存在になれたらいいなと思いますし、どんな歌とかどんなシーンが、出会えるかわからないですけれども、本当に新鮮にハドソンさんを演じられたらいいなと思っております。私自身も本当に大好きな森美に、また皆さんと一緒にこの時間を過ごせることを本当に楽しみにしております。ぜひぜひ劇場でお会いできたらすごく嬉しいですし、本当にとにかく素敵な森美の時間を、素敵な時間を
していただけるように、私自身も素敵な皆さんと一緒に稽古頑張りますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。そして劇場でお会いできることを楽しみにしております。待っています。バイバーイ。ミュージカル幽谷のモリアーティオーパス4レストレート役の高木俊です。いやー、始まるらしいですね。私なんか聞きたいことがあるというか、何でもどうぞ。心境ですか？そわそわしてますね。ええ、そわそわしてます。あの、指先ですね。結構指先がそわそわしてます。大丈夫かな、はい。やっぱそわそわなんで、ゾワゾワに変えて緊張感高めて、やっぱり前回はね、紙芝居というね、大変なシーンがあったんで、多分あれはもうないので、きっと。あとおそらく僕のピークは前回なんで、次はリラックスしてやれると思うのでね、そわそわしながらちょっと待ってますよ。はい。レストレード今回ね、どれぐらい活躍するかちょっとまだ分かりませんけれども、皆様本当に楽しみにしててください。どん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 ね、まあ佳境に入ってきてるんだね、森君も。楽しみです。もうすごいね、バトルがね、繰り広げられるんでしょうね。ミルバートンがね、ついにね、なんかやっちゃうんじゃないですかっていうね。楽しみにしててください。